報、三笘薫、2023年の左ウイングランキング世界3位にランクイン。スイスに拠点を置くサッカーの研究機関、CS フットボールオブザバトリーは24日、各ポジションの2023年におけるベストプレイヤーランキングを発表。レアルソシエダ所属の日本代表久保建英が右ウイング部門で9位に、ブライトン所属の日本代表三笘薫が左ウイング部門で3位にランクインした。三笘は、ズバ抜けた数字を残しているわけではないが、間違いなく左サイドで圧倒的な脅威に。ブライトンの攻撃の中心として高く評価され、プレミアリーグ名門の10番2人と共にトップ3入りを果たした。左ウイング部門のトップ10がこちら。これめちゃくちゃすごくないか。このメンツで3位の三笘半端ないし9位の竹もすごい。三笘は大好きだし応援してるけど、ラッシュフォード、グリーリッシュが1、2位か。世界3位の左ウイングが3点しか取れないとは、プレミアはレベルが高い。いろいろ思うところはあるけど、竹同様純粋にすごいと思う。ランキングの良し悪しは置いといて、海外のランキングに普通に日本人が上位に上げられてるだけでいい時代になったなって思う。三笘3位はすごいな。早く怪我直して本調子に戻ってほしい。